ワンミスコールはアメリカで公開されたホラー映画で着信ありのハリウッド版設定を一から作り直した作品。キャッチコピーはルスデンに断末間。それは私の声。日本で社会現象にもなった着信ありをハリウッドでリメイク、リーマジネーションすることにし、2008年1月4日にアメリカで公開され。 日本でも2008年7月19日に公開。2008年6月24日には、東京ヤクルトホールでラジカルツの特別試社会を開催し、名古屋安富美と鳥居美幸がトークショーを行い、7月8日、東京虎ノ門の日照ホールでは、プレミア試社会が開かれ、デーブ・スペクターや渡辺直美などが舞台挨拶を行った。また、日本では、 ハンナ・バーベラプロダクション制作の日本語版演出を担当していた高桑新一郎は2011年4月6日に死去されワーナーブラザースジャパンを呼び角川との取引関係を持っていたゼブックは2019年6月1日付でプロダクション IG に吸収合併され法人としてのゼブックは解散しその後元株式会社ドアンゴの主要株主である 門川株式会社は2019年7月1日に子会社株式会社門川のビルディングブックセンターと門川キープロセスの株式所有に関わる事業を除く全事業を簡易吸収分割により承継し株式会社門川に称号を変更したため本作には関わっていないアトランタの大学院生のベスレーモンドはある金曜の晩に ルームメイトのテーラーと暮らす家でパーティーを開いていた。そこに友人のレアンが加わり、別の部屋で自宅の池で溺死した友人のシェリーの葬式のことを話していた。そしてレアンの携帯電話が鳴った。登録した着メロではない不気味な着メロが流れる。その着信はシェリーから来ており、3日後の日付の着信が残っていた。ルスデンを聞くと、そこには、 レアンの悲鳴のような声が録音されていた。3日後の月曜日、レアンは図書館から帰る道で恐ろしい顔をした不気味な人たちに見られているとベスに電話した。そして着信があった時間に近づきレアンの元に行ったベスだったが、時はすでに遅くレアンは踏切の歩道橋から飛び降り、走ってきた列車にぶつかり死んでいた。数日経ち、 レアンの葬式が行われ複雑な気持ちになる友人たち。そしてレアンの元彼のブライアンがレアンから着信が来ていたことを告白。レアンが予告通りに死んだことを信じないブライアンだったが、ブライアンの携帯にもブライアン自身の声が録音されていた。再び着信があった時間に近づき自分の携帯を取りに行くブライアンだったが建築現場から 大きな爆発音が聞こえてきた次の瞬間、ブライアンの体に太い鉄筋が突き刺さり、赤い飴玉を吐き出し死亡した。ベスは警察で呪いの着信のことを話すが、担当のリー刑事は彼女の話を信じない。しかし、ジャック・アンドリュース刑事は死後一週間以上経って発見された妹のことを話した。しかも、 自分の妹がシェリーと同じセールーク病院で研修を受けていて妹はシェリーが死ぬ二日前に死んでいたことが分かっていた呪いの着信で二人の友人を失ったテイラーは今度は自分にかかってくるのではないのかと怯えていたテイラーの携帯の電池を抜いても彼女の携帯からあの着メロが流れるその着信には テイラーと思われる人が叫びを上げている動画が映し出されていた。着信日時は2日後だった。テイラーに呪いの着信がかかってきたことにショックを受けるベスだったが、テイラーが呪いの着信を受けたことを聞きつけた TV 番組アメリカの奇跡のプロデューサー、テッドサマーズが彼女の前に現れ、お払いの番組出演をオファーしてきた。最初は出演を断るが、 不安や恐怖が高まり番組出演を受諾してしまう。そして生放送が始まった。しかしそれも間に合わず、テイラーは目を真っ赤に充血させ、赤い飴玉を吐き出しベスの目の前で死んでしまった。そして、ついに、ベス自身にも呪いの着信がかかってきてしまう。呪いの連鎖を止めるために、事件の真相を突き止めようとするベスとジャック。果たして、二人は、 呪いの真相を解明し、ベスは、助かることができるのかエン、アリエル・ウィンター基本的な設定は、ミミコと同じである。妹のローレルを虐待する際は、黒いパーカーのフードをかぶる。そのためか、エリーの例も、同様に黒いパーカーのフードをかぶっている。また、家で不気味な虫や人形を持っており、呪いの電話を聞いた者はその虫や、 不気味な人形がモデルとなった不気味な人の幻覚を見るようになる。ローレルを虐待していたところを偶然母、マリーに見られ、怒ったマリーによって部屋に閉じ込められる。その際発作が起きてしまい、呼吸器を当てるも空気が入っておらず、そのまま苦しみながら死亡し、呪いの発端となった。呪いの発端が、エリーだと知ったジャックがベスを助けようと彼女の家に行った際、 玄関のドアのスコープから覗いたジャックをアイスピックで殺し、衝撃波でベスに襲いかかるも、成仏したはずのマリーにより止められ、携帯に封印される。カッコ内は日本語を吹き替え。ありがとうございます。